ホー植物団こと三島彩子です。本日は夏休み科学 VTuber 相談室ということで、私三島彩子が植物に関する質問に答えていきたいと思います。飛躍は花城もかさんにお願いしております。よろしくお願いします。はーい、お花大好き花城もかです。今年もひまわりの質問が来ていると伺いましてやってきました。よろしくお願いします。では早速質問の方に参りましょうか。本日の質問はこちらです。もかさんお願いします。はい、ひまわりの身長が高くなる理由が知りたいですということなんですけども、お花の大きさについては去年やりましたけど、確かに身長の話はしませんでしたね。実は去年タイタンっていう3メートルくらいに育つでっかいひまわりを見つけちゃったんです。だからこの質問もめちゃくちゃ気になりました。サイコちゃん今回も教えてもらえたら嬉しいです。お願いします。はい、では解説していきます。確かにひまわりってすごく背が高くなるイメージがありますよね。2014年にギネス記録になった世界で最も高いひまわりはなんと 9.17 メートルにもなるそうです。9メートル?やばすぎ。モカの想像の3倍じゃん。一説には、ひまわりは4500年以上前からネイティブアメリカによって栽培されてきたとされています。はい。種を食用にしたり、オイルを取ったり、時には薬用にしたり、宗教的な儀式に用いたりと、様々な使われ方をしたようです。それにあたって、例えば、なるべく大きな種子を作るひまわりや、自家受粉が可能なひまわりなど、人間にとって有利な形質を持つひまわりが選抜されてきました。いわゆる品種改良ですね。これによって、野生種のひまわりと栽培されたひまわりは、異なる性質を持つようになっていくのですが、その中の一つに、超芽優性があります。超芽優性?それは、一体何ですか?蝶芽優性というのは、植物の茎の先端にある蝶芽の成長は、茎の途中から出てくる側芽の成長よりも優先される現象のことです。今日栽培されているひまわりの多くは蝶芽優性であるため、上に上に伸びていきます。はい。一方で、野生種のひまわりはもっと枝分かれをします。このような性質を獲得したことで、ひまわりはもともとより背が高くなるようになった、という一面があるのかもしれません。なるほど。さて、ここまでは人間の手による変化について見てきましたが、ひまわりの野生種は60センチから170センチくらいだと言われてます。はい。もともとある程度背が高いんですよね。では、植物にとって背が高いという性質には、どんなメリットがあると考えられているのでしょう。一つには、他の植物よりも背が高いことで、他の植物に遮られずに日光を浴びることができるという点があるでしょう。特に、他の植物がいっぱいいるような環境では、日光の取り合いに勝つことができるかもしれません。ひまわりは太陽を追いかける性質がありますしね。たくさんお日様を浴びられるのは良さそう。それから、花粉や種をより遠くへ飛ばせるというメリットもあるかもしれません。はい。しかし、逆に背が高いことによるデメリットもあります。例えば、背が高い植物は導管の直径が大きい傾向にあって、はい。関連して乾燥や寒さのストレスに弱いのではないかという説があります。はい。それに、背を高くするにはそれなりにエネルギーや栄養が必要になってしまいますね。踏みつけとか、強風などにも比較的弱くなりやすいかもしれません。大きければいいというわけでもないんですね。おそらく植物は、こうした利点や欠点がある中で、それぞれの生育環境や性質などに適応した背丈になっているのではないでしょうか。なるほど。生物がどうしてそのような形や性質になったかという質問はすごく難しくて、各生物ごとに事情は異なりますし、そもそも生物の進化に明確な目的っていうのは存在しないので、
我々人間がどのように予想するかっていう雰囲気の答えになってしまいますが、参考になれば幸いです。はい。今回は身長の高さについての質問でしたけど、お庭とかだったら大きくなっても問題ないでしょうけど、鉢植えなどでひまわりを楽しみたい場合、逆に大きくなるとお家に飾るのが大変だと思うんです。質問主さんの疑問とは逆になるんですけど、身長を控えめに育てたい場合はどうしたらいいんですか？植物を小さく育てる方法として、例えば小さい鉢を使って日光や水やりを調整する方法や、季節なタイミングで芽の先端を剪定する摘心、それから、風のよく当たる場所で育てるといった方法があります。へぇ。ただこれらの方法は、植物にストレスを与えすぎない加減が難しいので、はい。もともと小さく育つタイプの品種を買った方が育てやすいかもしれません。はい。ひまわりの中には、ミニひまわりと呼ばれる小さな品種もあります。背の高さは品種や育て方によりますが、例えば小夏という品種なら、25センチ程度になるとされています。これならプランターでも育てやすいですね。確かにこれならお家でも育てやすそう。教えてくださってありがとうございます。本日は夏休み科学 VTuber 相談室でひまわりの身長が高くなる理由についてお話しさせていただきました。今回の企画は私たちの他にも様々な学術系の VTuber さんが皆さんの身近な質問に答える動画を上げておりますので、そちらもぜひお楽しみに。私たちの YouTube チャンネルや Twitter のリンクは概要欄にありますので、チャンネル登録や Twitter のフォローなどもよろしくお願いいたします。お願いします。それでは私三島彩子と花城もかでした。またねー。またねー。